こんにちは、メンタリストの大和です、今回のテーマはだからを口癖にしている人の、本心とはということでお話ししたいと思います。あなたの周りにもいますか？いやだからさ、いやだからこうなんで、いやだからそういう時はこうしなくちゃいけないんだよっていうふうに、こう日常生活の日常的な会話の中でだからという単語が多い人、まあ多分僕も割と話し方としては多いタイプだと、まあ、普段の生活ではあんまり言わないですけど多いかもしれないですが、まあ、日常生活でもだからって言葉が多い人っていうのは、どういうタイプかっていうとですね、自分の感情を論理で押し通そうとしてるタイプの人です。あんまりいい特徴じゃねえじゃねえかって思ってると思うんですが、実際その通りで、もし自分の表現力がある程度高い、あるいはある程度自信持って人に喋れる人っていうのはあまりだからという言葉を多く使わないんですね。だからっていうのはその自分が考えていることが相手に伝わらないだろうなというふうに考えた時に、だからこうなんです、いやだからこうだよと、いやだから言ったじゃないかというふうに自分の意見を論理で、まあ、論理武装して押し通そうする時に使う言葉なんですね。ですからもしあなたの周りにだからという言葉を、まあ、たくさん使う人がいたら少し注意してみてください。もしかしたらその人は自分の感情を論理で押し通そうとしている人なのかもしれません。ぜひ試してみてください。メンタリストの大和でした。